これはテイルズ・オブ・ゼスティリアのその後の物語である。アリーシャ・アフターエピソード、瞳に映るもの。何者かに同志はもういないと告げられた。仲間と離れ自分自身の使命を果たす道を選んだアリーシャ。スレイたちの正義を支えに戦い続ける彼女の視点から再会の物語が描かれる。テイルズ・オブ・ゼスティリア本編とはまた違う王女アリーシャとしての姿がここにある。仲間として世界に起こった真実を知るため再び旅に出る決心をするアリーシャ。果たして彼女は新たな旅の中で世界の真実を確かめることができるのか。アリーシャ、行ってみよっか。行く、当然でしょ。アリーシャアフターエピソード、瞳に映るもの。バンダイナムコ